このチームはゆうやくんのチームなんですよ、基本的には。ゆうさんもガンガン彼が全部集めて、うん、彼が全部仕切ってやってるんで、なんでまあ変な話、まあ言っちゃえばもうついていってるだけっていうか、うん、まあ、全部いろいろ日程調整とかも全部やってくれるんで、うん、そうですね、もう楽ですね。みんなにこうメッセージ送る時間あったらプロテイン飲みたいですけど、今でももうそうなんですよ、もう1時間おきで飲みたいんで、金分解が起きたんですよ、金分解です。やばいです、金分解。でも時間あったら腕立て伏せさせてください。ゆうやさんのこうプレイヤーとしての選手としての魅力っていうとどういうとこ？そこないじゃん。そこです、これからこれから、そこ大事です、そこ大事です。ないかな。そうやって人一倍走ってるとか言ってくださいよ。でも筋肉の量は生きないスポーツなんで、それ言わないです。バッサリ。プロポでバッサリ。全面に出してるんで、チームメイトとかそれ言っちゃダメでしょ。基本的には前線で本当に攻撃もするし、うんうん、なんか相手かく乱するしみたいな、そういう役割なんで、うん、基本的には。一番メインで点取ってきてっていうところなんで、まあ結構その勝負の。なんていうポイントは、ゆうやくんが鍵を握りますよ、ね、何点取れるかっていうところは結構大きいです、うん、で、何回死ぬかみたいな、うんうん、負けた試合、大体僕、うなだれてます。たまたまネットサーフィンしてたら、見つけたんですよ、はい、波動を。で、面白そうだなと思って、でそこで初めてみんなに声かけて、集まったんですけども、結局今渋さんしか残ってなくて、他のメンバーってかなり多忙なんですよ、うん、世界大会出てる、ちょっと俺暇みたいな。違いました。今なんか出席してくれてるから割といけちゃうのか。他は忙しいけど俺暇みたいな構図になってる。大丈夫、スプリングカップもなんか大会1週間前とか2週間ぐらい前にパッて気づいてやべっと思って、一応グループラインにポンって入れたら誰も返してくれなくて、渋さんだけが返してくれて、あ、もうじゃあ渋さんと組むしかないと思って、で、他にも、まあ楽しい仲間がいたんで声かけたら来てくれて、でその時宇野くんじゃなかったんですけども、でその3人で出た感じです。で、スプリングカップでさっき話してましたけども、フルボッコにやられて、で、このままフェードアウトしようかっていうレベルだったんですけど、その後飲んだんですよね。で、そこで、はいはい、思ったよりみんな悔しかった、悔しかった、めっちゃ悔しかったですよ。あ、すげえ悔しくて。スプリングカップって戦術の幅が去年のワールドカップに比べてガンって広がってたんですよ、うん、ステータス振りがあったりとか、うん、シールドができてたりとかで、なんかこうちゃんと戦術立てたらもっと勝てたのになみたいな、なんかもっと面白くなってるのに波動全然俺らついていけてないなみたいなのがあって、ちゃんとやろうよっていう悔しさしかなかったですね。だからまあ逆にボロ負けしよかったですね、うん、あれでなんかまあそこそこのとこ行ったら、ここまでもしかしたら燃えてなかったかもしれないです。あれでボコボコにやられたおかげで、あの後飲んでやるしかねえなっていう。なるほどなるほど、なったんですよ。まあ皆さん泣いてたんですよ。まさか瞬間に悔しかったなってやってたんですよ。そしたらなんかこう肩にもたれかかってきて、気持ち悪いなって思ってたら、次泣いてんすよこれ。いやあれも違う、あれはいやいや、あれはあれはではないですけど、いや、なんだっけな、そう、ノリで最初、あー渋さん悔しいっすみたいな感じのつもりだったんですよ。で、でもなんかそうしたらブワー泣き出して、そうそう、僕もなんかどこでスイッチが入ったのか分かんないぐらい、いや、泣くってないっすよね。10年以上、まあ、映画とか見て、はいはい、あ、なんかちょっと泣いたなみたいな、ちょっと感動したねぐらいはありますけど、あんなに綺麗に男泣きしてたよね。泣き止まないぐらい、10分ぐらい泣いてたもんね。そうっすね、多分悔しかったもんね、だってね、決勝残って。あれは悔しかった。結構予選の戦術がほんとバッチリハマってたんですよ、はい、負ける気しねえなって思うぐらいバッチリハマってて、でそのまま決勝行って、その3本選手でやるじゃないですか。1本目結構あれみたいな、うん、ちょっと混乱をきたすような負け方して、で2本目もその流れでやられちゃってみたいな感じだった、はい。
あの僕らの雄たけびが全てですよね。そうですね。あんな叫んだの久しぶりですね。渋さん、そうだったんですね。渋さんは、僕はしょっちゅう叫んでますけど、渋さんの叫ぶってなかなかないんですけど、本当にシャーって言ってましたからね。そう、全然記憶ないですけどね。動画見たらシャーって言ってる俺と思って。まあまあまあ興奮してましたよね、やっぱね。卓球かみたいなぐらいで言ってましたけどね。それ3。そうですね、さすが。いや、でも本当、すごい嬉しかった。単純に嬉しかった。本当にそうですね。ね、サマーカップも取れなくてっていうので、もう残り試合数が少なくなってきてる感があって、これで俺らワールドカップ行けなかったら1年間何やってきたんだみたいな感じになっちゃうところだったんで、本当嬉しかったですね。やっぱり僕らの世界大会優勝するつもりでもう祝賀会のホテル撮ってるんで、祝勝会はもうホテルもう2ヶ月前から撮ってるんですよ。しかも泊まりがけの泊まりがけの翌週に、もう翌週だけのホテル取ってあげる。宴会場を抑えてるんですよ。じゃあ、賞金何に使いますか？賞金は、まあ、まずそれに当てる、うん、まあ、それも大したお金じゃないんで、うん、そうですね。まあ、あとは、何に使いますか？賞金ね、考えてます。いや、何も考えてない。僕、すごい寝心地のいいあのマットレスなんですよ。50万ぐらいするような。これめっちゃ気持ちいいっていうマットレス。高級洗濯機買おうかな、俺。それいいっすね。なかなか自分のお金じゃ買わないやつですもんね。最近の話題は、これ賞金って雑収入だから確定申告いる。そうなんですよ。そうですね。そこちょっと悩んでる。そういう話題になってて、もう。去年ランクルどうしたんだろうっていうのを悩んでる。波動、たまんねえんだよ。ベストアタッカー賞、取ります。捉えろ。